吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。USB で動くパネルヒーターを見つけたので紹介させてください。小型容器を温めます。僕が買ったパネルヒーターはこちら、水作から発売されております。ミニパネルヒーター 5W USB スタイル。まずは使用とスペックを語らせてください。幅 18.5cm、 奥行き 13cm、 高さ 1cm です。対象淡水海水量用適合水槽、プラケース、フレームレス、水量 1.5 リットル以下、電源 USB 電源 5V、 消費電力 5W、 高度長 1.4m、 原産国中国で価格は1000円でした。特徴としては USB 電源を使用する新しいスタイルの観賞用ヒーターです。低電圧作動でより安心安全になりました。また水量 1.5 リットル以下のアクアリウムやテラリウムに最適です。そしてアクアリウムの場合、室温プラス5度程度温めることができます。使用方法としては、設置する前にミニパネルヒーターを敷き、使用する水槽や容器をミニパネルヒーターの上に置いてから水を入れてください。最後に注意点としては、本製品は観賞魚及び小型水生生物専用で、その他の目的では使用できません。本製品には USB 電源アダプターは付属していません。当社純正もしくは市販の 1.0A 以上の USB 電源アダプターをお買い求めください。またパソコンの USB コネクタに接続したり、パネルシート部を押し曲げたりカットしないでください。そして屋内専用で、水中では使用できません。さらに25度の高温を好む熱帯魚などの恒常的な飼育には、市販の観賞魚ヒーターをご使用くださいとのこと。それでは製品の外観から見ていきたいと思います。魚作りは水作り、水作、小型水槽用、電源は USB 電源 5W1A、 フレームレス水槽、プラケース用、太陽水槽 1.5リットル、淡水海水量用、 USB 電源使用で低電圧だから安心安全、サーモスタット不要&断熱マット付き、ミニサイズのアクアリウム、テラリウムに最適、ミニパネルヒーター 5W USB スタイル。本製品には USB 電源アダプターは付属していません。当社純正もしくは市販 1A 以上の USB 電源アダプターをお買い求めください。ベタ飼育に使ってる様子が載ってます。裏面でございます。安全にお使いいただくためにということで、万が一機から煙が出ていたり異臭がするなどの異常があるときは、直ちに電源コンセントから USB アダプターを抜き、購入店または取扱店にご相談ください。本製品は観賞魚及び小型水生生物専用で、その他の目的では使用できません。屋内専用で、水中では使用できません。パソコンの USB コネクタに接続して使用しないでください。発熱帯を押し曲げたり、カッターやハサミなどでカットしないでください。本製品は陶器などの外気温が低いときに、小型の飼育容器を一定の温度に保温するためのヒーターです。25度以上の高温を好む熱帯魚などの恒常的な飼育には、市販の観賞用ヒーターをご使用ください。本体各部の名称と特徴ということで、電源ケースがあって、余白は断熱マットです。中央には温度センサーがあります。センサー部が約20度以下でオン、約30度でオフになります。右の方には仕様が書いてます。セット方法ってことで、イラスト付きでどのようにセットすればいいか書いてます。設置する場所にミニパネルヒーターを敷き、使用する水槽や容器をミニパネルヒーターの上に置いてから水を入れてください。純正部品のご案内ってことで、水槽から出ている純正 USB 電源アダプター、純正 USB 4ポートハブが載ってます。こちらは水槽から出ております。それでは開けていきたいと思います。イデオミニパネルヒーター 5W USB スタイル、オープン。見えていたけどね。まずは取扱説明書でございます。ミニパネルヒーター 5W USB スタイル、安全にお使いいただくためにということで、警告と注意書きが書いてます。本製品が水に浸かった場合、再度使用することはできません。雨雪のかかるところや、風呂場など湿気の多いところや、埃の多いところでは使用しないでください。本製品を使用する際には、必ず水槽に蓋をした状態で使用してください。本製品は水槽や容器の床下に置いて使用してください。水槽内での使用は避けてください。燃えやすいもの、カーテン、紙など引火性のもの、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの近くに置かないでください。各部の名称ということで、先ほど箱に書いてあったことは書いてます。非常にシンプルな構造です。セットの方法ということで、まず設置する場所に本製品を敷き、使用する水槽や容器をパネルヒーターの上に置いてから水を入れます。水は希望の温度に近い水を調整して入れてください。次に市販の水温計を水槽内に入れて、 USB 電源アダプターを電源コンセント 100V に挿してください。設定外気温が5から10度程度の冬場は、目的の温度にならないときは、市販の観賞用水中ヒーターをご使用ください。目的の温度が安定しましたら、ヒーターを入れます。パネルヒーター部の表面温度は自己制御しますが、約45度の表面温度を維持、水槽や容器の外からの加温ですので、通常表面温度よりは水温は低くなります。目安として、水槽の容器の水量が1リットル前後で、約5度上昇が上がります。水槽の蓋は必ず使用してください。蓋がない場合、正常に加温されません。設置でのご注意ってことで、先の鋭いものや飼育容器の底の角など、一点に圧力が集中する設置はしないでください。水がかかった時は、速やかに乾いた布などで拭き取ってください。パネルシート面を傷つけないようにしてください。本ピンを画鋲などで固定しないでください。本ピンを複数で使用する場合は、パネルヒーター部は重ならないように設置してください。飼育用容器の
材質によっては発熱体に接している部分は変色変形する場合があります。水晶生態はメダカ金魚ベータ甲殻類、室温温度は10から20度です。修理を依頼される前にってことで、発熱しない場合にどのように対処すればいいのか載ってます。なので最初は説明書を読んで対処するといいかもしれません。最後のページには6ヶ月の保証がついてます。続いて本体、これほんと薄いよね。そして重さとても軽いです。手のひらと合わせるとこんな感じ。だいたい手と同じぐらい。コード長は 1.4 メートルあるのでとても長いです。普通の USB 端子。コードも白です。全体的に四角です。色は白。右側に電源ケースがあります。中央にね、温度センサーがあります。ここのでかいこれは発熱帯。ここの余白の断熱マット、ここはカットしてもいいようです。確かに中央に温度センサーが見えます。でここにね、若干透明なフィルムが貼ってます。で、今持ってて感じたのは、ここのね、余白マットはね、すごくこう柔らかいです。あとこう簡単に取れますわ。今こう触っててわかるのが。だからもうこれうざいよって方はね、もうこれ取っちゃってもいいと思います。厚みはこんな感じでとても薄いです。電源ケースは水作という文字が書いてます。ここと発熱帯はくっついてます。裏面はこんな感じで何もないです。一応このように簡単な仕様が書いてます。重さ測ってみます。33.2g です。とても軽い。それでは組み立てていきたいと思います。以前水作の USB 冷却ファンを開封した時、純正の USB ハブと電源アダプターを購入したので、これを使って接続してみます。まず USB ハブと電源アダプターを接続します。ここに2箇所 USB を挿すところがあるので、これに USB 端子を取り付けます。これはただここに接続すればいいだけです。次に USB ハブの端子に本体の USB を接続します。水作の純正の場合はこう4つ付けるところがあるんですけど、どこでもいいです。好きなところに取り付けます。最後に USB 電源アダプターを電源コンセントに差し込みます。組み立て完了しました。全体像としてはこんな感じ。ちょっとコードがねたくさんあるんですけども、非常に組み立ては簡単です。それでは検証していきたいと思います。いつもテタの撮影で使ってるのがこちらの容器なんですけど、これ水作の小ベタコレクションケース M というものです。これがどうやらぴったり乗せることができるみたいです。おお、ぴったりだね。この余白の部分なくてもいいね。こんな感じで M サイズだとぴったりです。いつもここにね、テトラ入れて撮影して解説してるんですけど、冬どうしようかなと思ったんですよ。部屋の中寒いから解説できないな、どうしようかなって悩んでた時にこれ見つけて試しに買ってみたんですけど、偶然にもね、水作の容器を使っていたので、これを使えば冬もテトラ解説できるね。どうしてもね、小型容器だと部屋が寒いとすぐ冷たくなっちゃうんですよ。そこが課題だったんですけど、これを使えば安心して解説できると思います。そして嬉しいのが室温10度から20度って書いてあったんですよ。普通ヒーターでね、15度以上で使ってくださいっていう記載なんですけど、小型容器だから部屋の気温が10度でも使えるんだよね。寒い地域の方でも使えるんじゃないかと。安定感もすこぶるいいです。で、これの場合は問題ないんだけど、こういうプラケースって四つ足の部分がちょっとこうボコって出てるんですよ。そのまま床に乗せるとこの四つ足の部分にヒーターが伝わっちゃうんですよね。できればこの四つ足がないバージョンのプラケースを見つけて使う方がいいかもしれない。プラケの耐熱温度が乗ってることあるんですけど、これが40度以上ないときついね。 1.5 リットルのミニプラケを乗せてみるとこんな感じでぴったりです。あ、これいいですね。もしプラケースを使いたい方は、この余白の部分もあった方がいいと思います。冷たい水を入れました。現在は 20.5 度です。あんまり冷たいのやっちゃうとね、結露して発熱帯に水がついてね、ショートするかもしれないんで、結露しないぐらいの水温にしました。部屋の気温は24度です。参ります。スイッチオン。まあ、実際どれぐらいになるのかってのはわかんないんだけど、多分ね、ずっと発熱し続けるんじゃないかと思います。ただ消費電力は 5W しかないので、電気代はそんなに上がらないです。てかもうほぼ無視しても問題ないと思います。こういう小型容器なのにすごく消費電力が高いヒーターがめちゃくちゃ多いんですよ。 USB で賄える電力は全部 USB にした方が電気代が安くなるよね。じゃあこれを導入することによって我々何のメリットがあるのかというと、普段の水替えで生体を移動させる時に使えるんじゃないかと思います。生体をねどっかに入れなきゃいけないと思うんですけど、その場合ね、こういう小型容器に一時的に入れて水温変化をなくすってのもいいかもしれないです。あとこのような小さい容器でベタを買われている方にも使えると思います。部屋の温度を一定に保つのは難しいので、こういうパネルヒーターを使うことによってね、小型容器の中の水温変化を最小限に抑えることができると思います。あとデザインがすごくいいよね。白くてこのガラスの水槽と非常に合うと思います。あと重さも軽いですし、接続も簡単。ちょっとねコードが多くなってしまうんですけど、消費電力もねいいし、あとね今音聞こえないです。なんかゴゴゴゴみたいな音もないので、寝る部屋でも問題なく使えると思います。忘れてましたんで、一応プラケで上蓋してます。これちょっとひどすぎますけども、この上にね
蓋をして熱を逃げないようにすると。ただ時間はかかるね。いきなり急激に水温上がってしまうと魚にねストレスを与えるんですけど、ゆっくり水温上がってる方が生態の負荷は軽減できそうです。お、 20.1 度になりました。あとね、ここがだいたい40度ぐらいだそうです。なので万が一ね、まあ子供が、まあ、いたずらしてねこれ取ってねウェイって触ったとしても火傷は起きにくいんじゃないかと思います。まあ今触んないけどね、怖いから。6時間後です。さすがに6時間待てばわかると思うんで、どれぐらい上がったか見ていきたいと思います。右側に同じ容器を用意して1リットル水を入れてます。まずパネルヒーターの方は 23.8 度です。同じ水温計で見ようと思います。続いて何も設置してない水槽、24度です。なぜかこっちの方があったかいです。これからわかることに、こっちの方は電源が入っていないね。さっきあえて冷たい水を入れたんで、なのでここが多分20度以下にならないと電源が入らないと思います。しかしながら私は気に入ったので、これを使いながら今後もテトラの紹介をしていこうと思います。吹雪テトラ。はい、ということで部屋が暖かいと通電しないことが分かりました。小型容器だと水温変化が大きいので、パネルヒーターを利用することで安全に飼育できそうです。また接続が簡単でデザイン性も高く、一つのコンセントで複数温められるので、ベタなどをたくさんコレクションしている方にも重宝しそうです。今日もご視聴ありがとうございました。この吹雪テトラチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証も行っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、水作ミニパネルヒーター 5W USB スタイルの開放及び設置と検証でした。ありがとうございました。バイッ。